スコット・レディングは、イギリスのオートバイレーサー。イングランドグロスターQuedgeley出身。現在ロードレース世界選手権、MotoGP クラスに参戦中。同選手権 125cc クラスにおいて、最年少優勝を果たした。2001年、レディングは8歳の時にポケバイレースを始め、2004年にはイギリス国内の 50cc ミニバイク選手権でチャンピオンとなった。翌2005年にはスペインで行われた 80cc ミニバイク選手権カリプソカップに参戦し、6戦全勝でシリーズを制した。2005年12月、MotoGP を運営するドルナスポーツがアルベルト・プーチと共に始めた若手ライダー育成プログラムMotoGPアカデミーの選抜テストを受け、中上隆明、ジョナス・フォルガーらと共に合格を果たした。2006年シーズン、レディングはレッドブルMotoGPアカデミーの一員としてロードレーススペイン選手権 125cc クラスに参戦を開始した。アカデミー同期生の最上位はフォルガーのシリーズ3位で、レディングは最終戦ヘレスで唯一の表彰台を獲得したに止まり、シリーズ9位に終わった。翌2007年はブルセンスアプリリアチームに移籍し、CEVに継続参戦した。シリーズ終盤3戦を連勝する躍進を見せ、シリーズランキングではチャンピオンのステファン・ブラドルに8ポイント差2位に入った。15歳を迎えたレディングは、前年と同じブルセンスアプリリアチームからロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦を開始した。開幕戦カタール GP でレディングはセンセーショナルなデビューを果たした。予選では史上最年少でフロントローを獲得し、決勝でもファステストラップを記録し5位に入賞する活を見せたのである。そして自身初のホームグランプリ。ドニントンパークで行われた第8戦イギリス GP 4番グリッドからスタートしたレディングは2周目には2番手に上がり、トップのアンドレア・ヤンノーネとの差をじわじわと詰めてプレッシャーをかけ続けた。そして残り6周となった時点でヤンノーネはクラナーカーブで突っ込みすぎて転倒リタイア。これでレディングが独走状態となり、デビュー8戦目で15歳と170日でグランプリ初優勝を遂げた。これは2はマルコ・メランドリが15歳と324日で優勝した記録を10年ぶりに更新する史上最年少録となった。また 125cc クラスでイギリス人ライダーが優勝するのはスペイン GP でチャス・モーティマーが勝って以来、全クラス通してのイギリス人優勝はダッチ TT でのジェレミー・マクウィリアムス以来のことだった。なお 125cc クラスの最低制限年齢はより16歳に引き上げられており、再びルール改変がない限りは、レディングの最年少記録が破られることはない。その後レディングは、雨で赤旗中断となった第14戦インディアナポリス GP で4位に入るなど、ポイント獲得を重ねて、シリーズランキング11位を記録、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。ブルセンスチームに残留した翌、レディングには最新型ファクトリーマシンの RSA125 が与えられ、さらなる躍進が期待された。ところがこのシーズンは、メカニカルトラブルやハンドリングの問題に悩まされることとなり、前年優勝した第10戦イギリス GP で3位、表彰台を獲得した以外は目立った活躍はできず、8度ものリタイアを喫した結果シリーズランキングは15位に沈んだ。レディングは 125cc クラスに継続参戦するには大きく成長しすぎたこともあって、新規参戦のマーク VDS レーシングチームと契約を結び、この年より新しく始まった中量級のMoto2クラスにステップアップした。シーズン序盤は苦戦が続いたものの、シルバーストンで開催された第5戦イギリス GP では4位に入賞、第11戦インディアナポリス GP で、初表彰台となる3位に入った。これは、旧 250cc クラス時代も含めた、中排気量クラスにおける、史上最年少での表彰台獲得となった。第16戦オーストラリア GP では、アレックス・デアンジェリスとトップ争いを展開、この年のベストリザルトとなる2位を記録した。シリーズランキングは8位で、クラス初年度を終えた。前年に引き続きマーク VDS レーシングチームより参戦し、年間63ポイントを獲得。シリーズランキングを15位で終える。ゴー&ファングレシーニホンダレーシングチームより、ホンダ RCV1000R にて参戦。シリーズランキング12位を記録。マーク VDS レーシングチームより、ファクトリー仕様のホンダ RC213V にて参戦。シリーズランキング13位を記録。プラマックレーシングより、デュカティ GP15 にて参戦。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。